日本東京都大田区西馬米西馬米は東京都大田区の町名。現行行政地名は西馬米1丁目及び西馬米2丁目。郵便番号は143-0026。東京都大田区の北部に位置する。北部は横須賀線、東海道新幹線の線路に接し、これを境に中馬米に接する。東部は第二京浜に接し、これを境に 南馬込に接する。南部から西部は中池上に接する。幹線道路沿いにビルなどが見られるほかは、主に住宅地となっている。一丁目に面積約2.1ヘクタールの東京都交通局、馬込車両工場があったが、2004年6月に廃止された。跡地は空き地となっているが、2009年3月に学校法人立正大学学園が購入し、 立正大学附属立正中学校、高等学校が2013年4月に移転した。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、西窓目2の25の13の地点で40万4000円、平方メートルとなっている。1947年撮影の航空写真を見ると、西窓目2丁目は全面が畑であった。 今でも一箇所だけ畑が残っている。現在、スーパー文化堂になっている場所は、40年以上前は、野菜の集積場であった。またその頃、大田区西馬込2の34にあるマゴメテニスクラブの、テニスコートを掘り返したところ、地下2メートルくらいの場所から岩を組み合わせて作った、石窟棒が発見された。中から、人骨は見つからなかったが、 服装品である刀や装飾品が発見された。千年以上前の関東武士の墓ではないかと分析された。またこの墓を取り壊すにあたって盛大なお祓いの儀式が取り行われた。石窟墓発見の方は新聞にも掲載された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる。東地区東端の国道1号直下に都営地下鉄浅草線に島込駅がある。他に付近を通るバス路線の利用もある。ありがとうございます。